グ、えー、グロロローグとマックロ・クロスケですね。これディズニープラスで配信し,してるですね「マンダロリア」に出てきた「ベビーヨーダー」ですね「グローグ」っていうののです、ねえー、アニメでですねルーカスフィルムとジブリがコラボするっていうか何を作るんだひょっとして宮崎駿の3品作はこれかっていうふうに言ってネットがブ パーと盛り上ががったやつがあるんですけども、実際公開したらですね、どんなお話かっていうと、まあ、4分間ですよ。4分間でグローグベビーヨーダーの前に現れたマクロクロスケが最初はなんか何がやりたいのかわかんないんだけどお花をどうぞってグローグにあげてグローグがお花持ってわーいってしてるというですね、可愛い,いだけのどつまんない短編アニメですね。 もう採点は70点です別に見なくていいです動きはめちゃくちゃいいですそれはスタジオジブリがですね高畑勲んですねかぐや姫の物語とかですね隣の山田くんのですね風のイラスト風というか水墨画風というかですねああいうものを動かしているのですねめちゃくちゃ綺麗なんです動きもいいんですけどもですね可愛いだけがいいとこですかねもう不満点はもうキャラの解釈違いすぎるんですよグローグの可愛さっていうの お花をもらっったらバクとと食っちゃうところにあるんですよねでその食っちゃうところがかわいさなんですけどそうじゃなくてお花を持って喜んでニコってそれは悪い意味のジブリっぽいですよ。ジブリっぽいなんか毒にも薬にもなんないような話よく作りやがったなと。黒辱ですよ もう全っていうタイトルですけど「全っていうタイトルでなんか丸にこう点が打ってる筆文字これもねエンディングクレジット見たら鈴木敏夫が書いてるんですけどまた鈴木敏夫の私物かかって思ったんですけどもうあんなもの全でも何でもねえわって思ってですね <laughs> 本当にそんなものを作るとオリエンタリズムに関してよく分かんないアメリカ人がですね喜んでなんかこうくれるんだろうというふうに思い込んでる。 らしくてですねそんなタイトルつけてこんな丸リ点つけてで可愛さを間違えてるグローブ出しやがってとよくこんなひでえ作品作ったなと思います <laughs>。これ僕の祭典ね